毎度、物理系研究室、非公式 VTuber、小田井涼子です。シリーズ、物理学70の不思議へようこそ。物理学70の不思議は、現代に残された物理学の不思議を紹介する、日本物理学会70周年の企画です。記事へのリンクは概要欄にあるので、興味が出た方はぜひ見てみてください。今回の不思議は、クォークの閉じ込め、なぜクォークは発見されないのか?です。皆さんの身の回りにある物質はすべてよく見ると原子からできてます。そして、原子をさらによく見ると、原子核の周りに電子がいるような構造になってます。現代物理学では、電子は、それ以上分けることができない粒子、いわゆる素粒子ですが、原子核はまだ分けれます。原子核は、陽子と中性子の組み合わせでできてます。ちなみに、この陽子の数で種類分けされてるのが元素ですね。ここまでは知ってる人も多いと思いますが、陽子や中性子はさらに分けれます。それがクォークです。陽子は、アップクォーク2個とダウンクォーク1個。中性子は、アップクォーク1個とダウンクォーク2個からできてます。で、このクォークはこれ以上分けられません。つまり素粒子です。ここまで聞くと、ヒックス粒子やニュートリノみたいにクォークってのが見つかってるんかなって考えると思うんですが、クォーク単体は観測されたことありません。もう一度言います。クォーク単体は観測されたことありません。じゃあ、クォークって想像上の粒子かっていうと、そんなことなくて、いろんな実験からクォークがあるってことやその性質はちゃんと調べられています。あくまで単体で観測されたことがないんです。これは、クォークの閉じ込めっていう問題です。今わかってるのはクォークが見えないのは、単に観測技術が足りないってことでなくて、強い力の本質に関係してる原理的な問題ってことです。説明してみましょう。クォークには、電荷やスピンの他に磁気化、カラー荷電っていうものを持ってます。普通、電荷の間には空論力が働きますが、空論力は、距離の2乗に反比例するので、プラスとマイナスの粒子がくっついてても、ある程度の力で引き離すと分離できます。一方、2つのカラー荷電の間に働く力は距離に依存しません。エネルギーは、1に対する力の積分なので、力と距離の掛け算って考えられるので、2つのクォークを引き離すと、クォークが持ってるエネルギーは、距離に比例してどんどん大きくなります。つまり、分離するためには、むちゃくちゃ大きなエネルギーがいるってことなんですが、分離する前に何もない空間から、クォークと反クォークのペアを作って、二つのクォークのペアにしちゃいます。そのせいでクォークは、単独で存在できないってことです。ちなみに、カラー荷電には、赤、青、緑、反赤、反青、反緑の6種類があって、色のついたクォークは単体では存在できません。存在できるのは、合わせて白色になるカラー荷電の組み合わせ。例えば、赤、青、緑とか、赤、反赤みたいなものだけです。このクォークの閉じ込めは、磁場とカラー電場、超伝導体の磁束の量子化と、二つのカラー荷電の間をつなぐチューブを対応させた相対超伝導病像ってものや、そこからの原理論への発展といった重要な成果にもつながっています。そんな感じで、クォークの閉じ込めの話でした。ちなみに、宇宙初期みたいなめちゃくちゃ高温、高密度の状態だと、クォークや強い力を媒介するグルーオンは、閉じ込めから解放されて単独で存在できるみたいです。見てみたいですね。間違い、コメント、ご意見がありましたら、コメント欄、質問箱等でお願いします。ほな、お相手は、物理系研究室、非公式 VTuber、小田井涼子でした。チャンネル登録。高評価、Twitter フォローよろしく。ほなまた次回。